おかげさまでもう2万5000部、2万5000個ですね、これ売れてます。あのこのカードをぜひね、子どもたちの教育に使っていただきたいんですね。はい。でこれね、どういう服になってるかっていうと、ここにまずね、神様の絵があるので、子どもたちってやっぱりこういう絵が好きなんですよ。はい。でこういった絵を見ながら神様のことをまず覚えられるね。そしてね、どういうふうにやってるかって、毎日こう着るでしょね。でストップって言ったら、これ一番上のカード、はい、これサルタヒコが出ましたよね。でこのこれさあ、なんていう神様って、ほら天狗のようなね、お祭りの時に一番最初歩いてるよねって、これどうしてかっていうとねって、神様が高間の原から芦原の中津国に降臨する時にね、雨の八幡って言って無限にある道で迷った、でその時にね、道先案内として現れたのがこのサルタヒコなんですよってね。そしてこのサルタヒコってお祭りで道先案内で一番最初歩いてるでしょって、でこれサルタヒコ、ね、でこの神様にね、ここに何て書いてるかって、じゃあ今日一日ね、こういう気持ちで過ごしましょうね、じゃあ今日ね、未来の予知、あなたが人を導きます、あなたの何気ないこう言動が、誰かの未来にヒントを与えるでしょう、やる気と実力が伴っています、目標や目的に向かうあなたの姿に導く光となります、それは人を助けること、癒すこと、話を聞くことも含まれています。どうってね、人をね、あなたがやる気とね、実力を持って行動しているそのことね、行動また言葉ね、それに励まされる人がいるって書いてるよみたいなね。そして そのことでね、人を助けたりね、癒したり、話を聞ね、聞くこともこれ大切と、そして人を導き育てることで、自分の宝となるでしょう、気負わずいつも通り過ごしてください、そう、何やちゃん、いつも通り笑顔でうなずくのよみたいなね、良いタイミングで物事が動き出せますよってこう書いてるでしょってね。ですから今日ね、今日この気持ちで一日過ごそうねって言って、毎日これを読むんですね。はい。でまた次の日にこう切ってね、はい、ストップ、じゃあ今日はこのカード、あ、雨のうずめなってるねって、じゃあ雨のうずめをちょっと読んでみようかね、落ち着いて客観視してください、行動が目立ちすぎてませんかって書いてるよってね、無理して大げさに表現してませんって、無理して自分をなんか目立とう目立とうってしてないってね、周りとの調和を考え、自分を客観的に見ることであなたらしくいられるよって、自分の能力はひけらかすものじゃなくて、周りを引き立てるために行うんですよって、だから周りが何か落ち込んでたなっていう時に、あなたの芸踊ったり歌ったりして周りを励ますのよって、そうすることで信頼を得ることができるでしょうって書いてるね。こういう気持ちでやろうねって、こういう風にカードを使うと、じゃあどういうことが起きるかって、3ヶ月これやると、もうまず神様の名前全部覚えます。でここに、じゃあ雨のうずめってどんな神社に祀られてるんだろうねって、今度じゃあお母さんたちと一緒にね、あなたのね、これ守護神が今度わかるでしょ、雨のうずめが守護神としたら女性ですけどね、女の子ね、じゃあ今度ね、あ、高千代にね、あの新立神社っていうのがあるね、宮崎、よし家族で旅行に行こうかとかね、あと猿田彦神社っていうのがね、これ三重県にある伊勢神宮のねにある、さあここ行こうとか、こういったことで親子でね楽しむことができる。すると今度ね、これって道徳的なことが書いてるじゃないですか、だから子供が道徳的に育っていくんです。いいですか、どんな子供が立派って言います、頭がいい子が立派、スポーツができる子、違うでしょ、親に感謝や尊敬できる、つまり道徳心が養っている子のことを立派って言うんです。だから勉強は学校で教えてもらうからね、道徳心というものをしっかりと育む、これ家庭でやってください、それがこのカードでできます。するとね、こんなことができるんですよ、はい、今が絶頂期ね、華やかで人生絶頂期の時をパーンみたいなカルタ、はい、こうやって遊ぶことができるんです。するとこの言葉を今度覚えてくるんですよね、交渉成立、力に頼らず交渉する、あなたがこれまで一番取り組んだ竹三日土みたいなね、こういったこともできる。で今度ね、子供たち、これね、青いカードと赤いカードと2枚ずつ入っているので、これをこう持っていくと、ババ抜きならぬ紙抜きができるんですね。
で、こうやって弾いて、こうやって遊ぶこともできる。もう一つ2枚あるので、これを下に置いてめくると、真剣衰弱ができるんですよ。で、こうやってね、これは実はオラクルカードって言って、これでリーディングもできるんですけど、それだけではなくて、古事記の物語をしっかりと学ぶこともできるし、ね、そして神様の名前も覚える。そしてその神社の名前も覚える。ね、そして神様からの神、ご進捗もいただける。でその中で道徳的な子供になっていく。そしてカードリーディングまでできるというね、こういったことを、想像して作ったのがこのカードなんです。ぜひねこのカードをね、使っていただきたいなというふうに思っております。